演舞開演。どうも、本日はこちらベン&ジェリーズアイスクリームのコットンキャンディーというものを食べてみたいと思います。毎年夏の風物詩でミスターローだったらコットンスノーキャンディーっていうのを出してますけど、それともまた似たようなものなのか違うようなのかどうなんでしょうね。なんかわたあめ味のアイスクリームに散りばめられたキャンディーって書いてあるんですけど、わたあめ、わたあめってそんな味あるかな。食べたことあるにはあるんですけど、まあ食べてみればわかりますか。ではこの多分このプツプツなキャンディーなんですね。なんかサーティワンアイスクリームのポップンシャッキー、ポップンシャッキー、それに似てるような気がします。ではいただきます。イスブやサーティワンにそっくりさんいますけど違うのかな。口に入れた瞬間にわたあめを投入しているのがザラメのような甘さがと食感のジャリッとした音がありましたね。ジャリッとした音はキャンディーの方なのかもしれません。キャンディーの方もキャンディーの方でまたジャリッとしていて、ジャリジャリで結構甘さが強めで甘口の中甘く広がっていきました、ね、ただ甘さとジャリジャリだけで勝負している感があります、ね、もうちょっと別の味も欲しかったような気がしますので、こちらのテイストをいただきました。ちょっと甘いったら美味しいのかな。短用のガラスの靴蹴り幸せつかむので蹴ったら割れちゃいますよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。全部全員パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。